どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日は弱い超能力からどんどん成長させて最強の超能力者になろうというゲーム、エレメンタルパワータイクーンっていうゲームやっていきたいなと思います。超能力者になりたい人、高評価とチャンネル登録もよろしく。ということで皆さんやってまいりました。ここでね、俺の超能力選べるみたい。闇、クリスタル、地球、氷、悪魔とかもあるぞ。みんななんかめちゃめちゃかっこよさそうじゃない？いや水ないのか。俺絶対に異世界転生したら、ね、水属性やと思ってるから、水あったら水でやりたかったんやけどな。悪魔めっちゃ気になるけど、地球気になるな。ちょ地球でやってみようか。最初はこんにちは地球の皆さん。おお来た、こんにちは。これで俺もしかして地球の能力をゲットできる。なんかみんな戦ってるね。そう、ここ自分の能力を鍛えてみんなで戦えるんよね。うわーなんかすごいな。ということで皆さん、このゲーム久々のタイクーンシリーズやねんけど、ここにね時間ごとにどんどんお金が貯まっていきます。ほらこんな感じで、ここ置くとお金を回収できます。この回収したお金を使ってね、ここの能力パッド250円。てか待って、めっちゃ俺お金あるんやけど、なんでこんなにお金あんの、なんでだ、ちょっとわかんないけど、あこれグループ入ったからかも。でこれでこんな感じでね、どんどんお金を買っていくんやけど、これドロッパーって言ってね、これが増えるとどんどんお金もね増えていくんで、もうお金なくなっちゃった。大してお金もらえなかったんだな。なるほどね。まあこのドロッパーをどんどん増やすことでお金がねどんどん増えやすくなります。 OK、 ここで回収してと。ここが早速あれかな、能力かな、テクニトックハンマーゲット。オッケー、テクニトックハンマーゾンビ来ました皆さん。テクニトックハンマー暗い、おお暗い、おお待って、これこんなんできるんだ、すげえ。テクニトックハンマー誰かに当てたいな。おりゃみんな誰か、うお何あれ、化け物いるんですけど。天候やってる能力者、とりゃ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 、クソなんだ、なんかチェーンソーマンみたいなのいる。おりゃ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 倒せない全然。おりゃ、あ強い、とりゃとりゃ倒した、うわやられた、くっそー、やばい、なんか誰かが侵入してきてる俺の土地に。うわ能力奪われた、やめろ返せ俺の能力、くっそ俺の能力奪いやがって。おりゃ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 、どこ行った。俺は自分の土地を広げることに、俺はなんだ、ちょっと待って、すげえいろんな人がいじめてくる俺の家。ちょっと待って、俺の家大きくしないと。そんなことよりも壁作ろう、壁、やばいやばい、なんかどんどん来てる。ちょっと待って、壁作ろう、壁作って誰も入ってこないようにしよう。とりあえずドアレーザー作ってった、オッケー、これでオッケーオッケー。このドレーザーがついてる瞬間は人が入ってこれません。出てけおりゃ、出てけ出てけおりゃ、俺の必殺技、この地球の力を食らえ。あもうちょっとか、ライフもうちょっとか、おりゃ出てけ、倒せ、もうちょっとだ、もうちょっとで HP なくなる。どこ行ったんだ、うわーなんだちょっと俺の家でもうめちゃめちゃにしないでダメだ、ちょっと待って、俺の家早く壁作ろう、壁、誰も入ってこれないように、早く帰ってこれないよ。なんだ巨大な新入り。そしてみんな、このゲームたまにねこんな感じでボスが出てくるよね。このボスを倒すのが俺たちの目標なんやけど、なぜか味方同士で、あダメだ、ちょっと待って、ボスを倒すとかよりも俺はね自分自身を強くならないといけない今。 OK、 ちょっとこれで第二の能力ゲットしよう。投げる石、投げる石ゲットした。なんだこれは、これでもしかして、ああ投げれるんだ、え、これ強くない、遠距離だ。あーでもなんかちょっと結構弱いな。あー食らえ、とりゃオッケーよしよしよし、俺の家に入ってくるものは全て石を投げて撃退します。でさらに別の能力にゲットしようか、石の集中砲火ゲット。なんかあの辺に誰かいるね。オッケー、石の集中砲火、おお強い、石の集中砲火強いよ。とりゃ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 、おお強い、ちょっと待って待って、攻撃されてる、また入られてるっていうか、くっそー、もうちょっと待って、2階作って早くちょっと階段とか作って入れないようにしないと、みんながどんどん入ってきちゃう。ね、壁だ、壁を作ってと、とりあえず OK で、壁にも作って壁さんも作って OK、 これでなかなか入ってこれないんじゃないかな。よし、これで一旦ね安全になったと思うから、これでちょっとどんどん上も上げていこうか。ビッグアビリティパッドってなんだ、ビッグアビリティ欲しいよ。うわー能力3か。ちょっとねこのね緑色になってるやつしか今お金がないんで、こっちどんどん上げて、あお金はねさらに欲しい、お金どんどん増やしていこう。エレメントペット、あペットとかもあるのこれ、ペットゲットしよう、ペット引き取ろう。お HP が 20% アップなんだ、なるほどなるほど。なになにこれ、なにこれ、誰かやめてなに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 これ、なんだこいつ、おりゃくっそ、なんだ、しかもなんか他のやつにも入ってきたぞ、なんなんだこいつは、おりゃおりゃそりゃそりゃあそりゃそりゃそりゃ、そなんだどこ行った、なんか瞬間能力者がいるよね、キルアみたいなのもいるなんでみんな俺の家に入ってくんだ、帰れ。どんどんドロッパーだけは出していってと、おいいね。でさらにこの自然霊も開けていこうか。オッケー、これ何、変身できる、みんな変身、おおーなんだ、えっ
え、なにこれ、なんか気持ち悪くなっちゃった。え、でもなんかさ、地球を操る神みたいな感じしたの。おー、かっこいい。ちょっとだけ地球の力を手に入れたのかもしれない。超マッチョだ。誰かに試したい俺はこの能力を。あ、あそこにいる。おりゃ、くらえ、当たってるけどな。痛い、なんだこりゃ。いいよ、もうちょっと倒せそう。なんだ、なんかね、逃げてるやつがいるよね、たまに。くそ。まあいい、ちょっと待って、新しい能力が欲しい。じゃあ能力3解放しよう。みんな、これで大きな岩来た。大きな岩と能力4バロー、さらに能力5ストーンヘンジ。いいんじゃない。じゃあ俺の能力を確かめさせてもらおう。大きな岩、おりゃ、お、え弱いな。くらえ、とりゃ、え、そんなくらって、何これ、何だとんでもないのよ。バローは、バロー、バローは、バローって何。お、何これ、あ、地球の中に潜れるんだこれ。あー、なるほど、これで逃げれるって感じかな。ストーンヘンジは、ストーンヘンジ、ストーンヘンジ能力スタート。おお、おお、何これ、強そう。ストーンヘンジ、とりゃ強いか、食らってるか。いや、食らってないな。で、バローはさ、これはどういう感じ、こんな感じで潜っていくって感じなんか。あー、なるほどね、バローで潜ってこうやって逃げてここに出るってだけか。なるほど、逃げ系のやつだ。ストーンヘンジ、とりゃ、くらえ。で、あとはこの中、あー、中に閉じ込めたらこのハンマーで倒せるかなと思ったんやけど、ちょっと待って、地球の能力が、なにこれ、みんなが地球の能力ちょっと弱いかもです、これ。ダメだ、みんなちょっと能力が弱いかもしれない。ちょっとさらなる能力が欲しい俺は。オッケー、地球スパイク強そうじゃない。さらに3階も開けて階段つけてと、3階とかになればさらに強い能力とかないかな。お、なんかあるじゃん、ほら、いろいろ。まず壁立てようか。壁を立ててと、入ってこれるとちょっと厄介なんで、屋根も立ててと。オッケーオッケー、スーパートラック、これなんだ。あ、ここにも、なるほどね、これドロッパーか。お、いいねいいね、これでお金がまた稼ぎやすいと。ポーションパッド、これはブースト1、体力ポーション。あー、なるほどね、地球スパイクちょっと当てに行こう、みんな。じゃあこれ、あ、誰かいるね。この時間の少年に地球スパイクを食わせよう。とりゃ、うおー強い。何それ、何その能力、なんかドワドワの実の能力者がいるんよね。地球スパイク、とりゃ、おー強いな。てか相手の HP も結構強いな。集中砲火でも試して、うわちょっとね、ちょっと弱いな、地球。強いかな、ちょっと使い方が悪いか、俺。お金も貯まったし、でもセキュリティガン。あ、これは、ん?お金、なんだ?セキュリティオン。オンにしておこう。お、なんだ?ヘッドレス。なんかバケモン来た。やばい。俺も今な、今なら俺みんなと戦えるはず。敵を倒すぞ。俺の地球スパイク食らえ、とりゃ地球スパイク、おおかっこいい。ストーンヘンジもちょっと食らわしておいて。ストーンヘンジ、とりゃいた、え、やられたの、おお、もうちょっと倒せ、あ、倒した早っ早っ、めちゃくちゃお金もらう。なるほど、お金落ちてるんだここに。よし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 、じゃあ他のブースト見てみる。あー、これスピードポーションで、これポータルポーション、なるほど。ポータルポーション飲むとどうなるんだ。あ、これすぐ帰れるってことかな、家に。で、スピードポーション飲むと足が速くなると。なるほどなるほど。じゃあ空爆、お、何これ、空爆ゲットした。ミサイル発射、ミサイル発射しよう。お、すげえ、誰狙っちゃおうかな俺。この辺にしよう。まだ君はまだ生きてるか。どこ行った、どこに撃ったんだ俺今。あ、来た来た、おー、当たってる。あ、俺のとこにも来た、いた俺のとこにも誰か撃たれたんやけど。行くぞみんな、まあ1体ぐらいは倒した。あ、このベノムって子は、バローで近づいて、あ、ちょっとこっち行って近づいて、地球スパイク撃って、ストーンヘンジで閉じ込めて、あとは攻撃で殴りたいんやけど、くっと、なんか閉じ込められて、氷の能力者か、これ閉じ込めて動きがね、動けなくなる。ちょっと待って、待って、待って。オッケー、一回ちょっと逃げて、こうやって逃げながら、これで、攻撃を打って、まずい。いやちょっと待って、動き止めんのが強すぎるよ。ちょっと地球が弱すぎる。てか、このはしごっていうの買ってなかった、俺。あ、これでみんな、この俺の地球のステージ、すべてコンプリートしたんで、リボンできるようになったね。じゃあみんな、地球以外の能力もちょっとやってみようか。なんかリボンするとなんか変なのもらった、なんか能力もらった、ダークフレームっていうの、おおおおおおこんな能力もらえるんだ、リボンすると。かっこいい。オッケー、ちょっと待って、ちょっと待って、新しい能力欲しい俺は。さあ、じゃあみんな何にする？え、雷とかさ、かっこよさそうじゃない？雷行こうよ、雷。また集め直しかな、お金は。じゃあちょっとね、ある程度までちょっと雷の能力貯めていこうか。入りたいのかい、君。開けてあげよう、じゃあ。こんにちは。
まだ俺能力解放してないからね、まあ、入ってもいいよ全然。でそれってさ、スキンなんかな、それとも普通にロブロックスのスキンとしてサンズくんがあるのかな、わかんないけど、ちょっと壁もどんどん立てていこうか。ダークフレーム、おーおわーすげー強い、痛い痛い、分かったごめんねごめんね、分かった、ちょっと能力パッドゲットしようか。これじゃあ能力で神の杖、ぬかずちの杖を食らえ、おりゃこれで、とりゃとりゃとりゃ、おりゃ、お、いいね。あ、待って、これってさ、近くにいる敵にもしかしてダメージを与えるとか、ちょっと危ない、おりゃ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 、くそ、俺のイカズチの杖よ、俺のイカズチの杖返せ逃がさんぞ、おりゃイカズチの杖、とりゃおりゃ逃がさないイカズチの杖を食らえ、とりゃイカズチの杖を食らえ、おりゃよしよしよし、倒した危ない、あ、待って、危ない、ごめん、分かった、ちょっと帰るね、俺も。よく見たら、このイカゾチの杖もめちゃくちゃかっこいいな。いいね。かっこいいよ。よし、じゃあ他の能力を見ていこうか。能力1、ボルト。いいね、ちょっとかっこよさそう。能力2、バラージ。なんだ、ボルトは多分あれじゃないかな。電気光線みたいな。ボルト。おー、あー、なんか雲を出現させて、ほら、これで雷攻撃なんだ。バラージ。おー、雲のめちゃめちゃ大量バージョンだ。バラージ、とりゃよしよし、ちょっと待って、遠距離強いな。これでもしかしてエレメントペットと自然霊、これ俺また新しい姿ゲットできるんじゃない、変身。まずペットつけて、あ、可愛いな、このペット、雷のペットなんだ。じゃあここで変身、どんな姿になるのか。お、あキルアか、なんだキルアか、雷ってアニメじゃん、もうこれ完全に。まあいいね、かっこいいからいいけど。 OK、 じゃあこれで排出能力と能力4、空飛ぶニムバスゲットしていこう。あ、なんだ、後ろにサンズがいた。排出能力を確かめさせてくれ、俺の排出。おお、強い。空飛ぶニムバスは、おおお、あー、なるほど、これ移動系だ。さっきのやつにもあったやつだな。え、このさ、移動の方法めちゃめちゃ良くない？これほら上にも行けるし、余裕じゃん。やばい、なんだ、なんか来た、危ねえ。ちょ、どこ行った、やばい、危ない、こいつなんだ、お、やばい、ボス来た、ボスが来てしまった。ちょっと待って、一旦俺たち休戦しないか、一点休戦してボスを倒そう。何をしてるんだ、俺ばっかり狙うなくそ、一回ちょっと避難だ。あもうなんで俺ばっかり狙われたんだ今。早く俺は援軍に向かわないと。この能力5もゲットしていこう。ライトニングストライク持って、あ、いなくなった倒されてた、すでに。ライトニングストライク誰かに撃つか。じゃあいた、スペースくん、おりゃ、ライトニングストライク、あ、強い、ライトニングストライク、オッケー、強いな、ライトニングストライク。よし、じゃあ能力6、嵐、これが最後の能力か。嵐もやっていきたいけど、3回、あ、待って、なんか誰か来てる。嵐の能力くらえ、お、あ、家の中じゃダメなんだ、多分家の中じゃダメなんだ。カモン嵐、おおおお、広範囲だ、おお、え、めっちゃ強いじゃん、めっちゃ強い。え、嵐めっちゃ強い、みんな。で、ちょっと逃げちゃおうっとこれでニムバスで逃げていって、俺の家まで、あれ、俺の家どこだっけ、ちょ、忘れちゃったけど、ここからさ、バンバン攻撃していけばいくない。パラージ、これでほらめっちゃ強くない、ライトニングストライク、ほら、え、強いよこれ排出、これでほらえ、強いじゃん。これで多分ね、雷の能力もう全て俺ゲットしたんじゃないか。おお、誰だ、なんでこんなところにいるんだ。雷くらえ、排出、とりゃで、パラージ、とりゃやっぱ強いよ。え、雷めっちゃいいかも、みんな。よし、じゃあみんな、もう一個能力確かめてみる。あと一個くらい見たいよな、ちょっとさすがに。じゃあ次は、氷にしていく？雷の次、やっぱ氷見たいよな。ちょ、氷なんでこれさ、解除されてるんやろ。VIP に入らないといけないんだ。いや、でもこのゲーム面白いから、ちょっと VIP 入ろう。OK。あ、これで全部解放された。ちょっとみんながね、もっと見たいって声があったら、別のやつもやっていこう、今度。まあ、次は、氷やっていこう、氷。氷でまたね、みんな、能力全解放、とりあえずまずしていきたいなと思います。やばい、なんか入ってきてるな。おりゃ、オッケーオッケー。あ、氷ってこれか。さっき苦しめられてたやつだ。これね、めっちゃ強いんよね。これ超強い。ほら。もうほとんどこれもう倒せないよ。あの、これ氷付けにされて、能力使えなくなるからね。おりゃ。また別の能力者にやられた。悔しい。よし、じゃあみんな、他の能力を見ていこう。フロストファイヤーボール、ファイヤーボール、フロストアイスディスク、フロスト、痛い、また別の氷のやつがいるな。フロストアイストボールやってみよう。これか、クリスタルの子に、とりゃ、あ、普通の攻撃だな、これ。なんだ、どこ行った瞬間移動できるんだけど、これは、おお、かっこいいじゃん、これ。アイスディスク、
そりゃ、いやくっそ、アイスディスク超いいな。でもやばい、他の氷の能力者、氷の能力者同士仲良くやろうよ。フロストディスク、おお、かっこいい。アイスディスク、シュピン、おお、強いねこれ。でここでフロストボール、おお、倒した。え、強いこれ。みんな、じゃあペットと変身能力を見ていこうか。やばい、ちょっと待って、みんなが入ってくる、みんなが入ってくるよね。ペット入ってと、オッケー、変身しよう。変身、オッケー、これでダメージ食らってくる。変身して、おお、かっこいい。え、誰これ、なんかのアニメキャラクターっぽいけど、誰だろうこれ。クソ、どこ行った奴らは。俺の家で争ってたやつは。おや、フロストディスク、おお、フロストアイアボール、オッケー、よしよし、倒したな今の。俺、またキルアが俺の家に、おりゃ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 、一生氷漬けにしてやる、一生氷漬け、これ、おりゃもう君は逃げることはできない、おりゃくくとりゃえ、これ強くね氷、え、氷のこの攻撃が強いんやけど、ほらほらほら、おりゃもう君はもう終わったえ、氷超強いんやけど。じゃあ他の能力を見ていこう。能力3、フロストファイアボム、あれまたか。能力4、雪玉能力、能力ウルトラクールオーラ、オッケー。フロストファイアボム、誰かに撃ってみよう。フロストファイアボム、おりゃ、うん、当たったか見えないな。雪柄は、おっ、あ、これあれか、これあのさっきのキルアでいうところ の移動手段のやつだ。なるほどなるほど。ウルトラクールオーラは、おら、ウルトラクールオーラ、ほっ、あ、この範囲にダメージなんだ。なるほど。フロストバム、とりゃ、最後の能力、アイススパイクか。アイススパイクゲットして見せてあげよう。君だ、アイススパイク、ほら、おーおー、あ、これあれか、トドロキみたいな能力だ多分これ。アイススパイク、とりゃ、おお、強い強い強い。待って、ウルトラオーラ展開して、オッケーオッケー、ウルトラオーラこう展開しながらアイススパイクでいいんじゃない。ほら、これで相手の攻撃閉じて、あー、ちょっとそんな強くないかこれ。相手を氷漬けにして、やっぱこのね、武器が一番強い一生氷漬けにできるもん。この武器やばい、マジでやばい、壊れてる壊れてるよこれ。はいはい、これで思いっきりダメージ与えて、アイスディスクでさらにとどめと。強すぎる、やっぱりね、これが強い。周りに展開できるやつが強いね、やっぱり。ちょっとじゃあ最後はボス倒しに行こうよ、みんな。このアイスの能力で。みんなそろそろ、あ、来た、そろそろ来るんよ、ほら。来た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 。今こそ俺が倒すとき、アイス、浮きすぎだろ。アイススパイク、そりゃ、オッケー、ダメージ与えてるよ。フロストファイアボムも使って、アイスディスク。トレトレトレ、オッケー当たってる当たってる。ウルトラクールオーラ出して、オッケー、止めて相手の動き。さらに一体、ちょっと待って、誰か助けて誰かの攻撃に俺当たってる、もうまだだ、諦めるのみんな、まだだまだだまだだ。アイススパイクでガッツリ攻撃して、やばい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 。フロストボムで遠くから攻撃、アイスディスクでしっかりと遠くから攻撃して、いや、いいよ、めちゃめちゃいい感じじゃない。アイスボム、オッケー、いいよ、アイスディスクとアイスボムだけで良さそう、オッケー倒したー、ナイス、みんな、いいね。いや、ということでね、みんな、今日は最強の超能力者を目指して頑張っていきました。他にもまだまだね、いろんな超能力あるみたいなんで、またみんなのね、高評価とか、この動画楽しかったよっていう声が多かったらやっていきたいなと思います。ということで、また明日、バイバーイ。